にちは、こんばんは、どうもロケです。皆さん、駅とか人通りが多いところでストリートミュージシャン見たことありますでしょうか。片隅に座ってギターを弾いてちょっと活動を頑張っている方よくいるじゃないですか。僕が尊敬する YouTuber でアマリリスボムっていう音楽活動をしている YouTuber がいるんですけれども、僕も音楽活動したいな、音楽家活動。僕もね、やっぱり大物 YouTuber の仲間入りをしたいんですよ。格好だけは。僕も今日から音楽活動始めます。楽器の方も用意いたしました。やっぱり普通の楽器で演奏したところで何の面白みもないんですよ。僕レベルになるとおもちゃの楽器でもいけるんすよ。余裕なもんです。というわけで、おもちゃの楽器でストリートライブを開催して一体いくら稼げるのか検証していきたいと思います。それでは行くぞ。これプラスドライバーねえと電池入れられねえわ。積んだ。俺ぐらいまで来るとピアノの音も心で聞こえるんだよ。1曲目、改札の前つなぐ手と手、いつものざわめき、新しい風が大人になってく、その季節が悲しい歌で溢れないように、さよならに変わる大人を僕は探してた。アンパンマンの街。そうだ、嬉しいんだ、生きる喜び、たとえ胸の傷が痛んでも、だから僕は行く、どこまでも。そうだ、嬉しいんだ、生きる、アンパンマン、優しい君と行け、みんなの夢守るため。 YouTube ロケス USF、 yeah。 今日は日曜日、木曜です。外は雨降りだ。晴れですね。めっちゃアゲー、ヘイヘイ、主役、ほんと歌ってくださいよ。最後もっと来い、もっと来い、もっと来い。頑張れ、いけ、頑張れ、いけいけ。 YouTube にロケという名前で動画投稿してます。えガチ YouTuber？チャンネル登録してね。登録者9000人ありがとうございます。これからも1万人、いや10万100万目指して頑張っていきたいと思います。